伊藤忠氏との会見を報じた朝日新聞伊藤忠氏会見劣像事件とは朝日新聞による虚偽報道である朝日新聞社紙では伊藤忠氏各会見記として取り上げられている1950年9月27日付の夕刊朝日新聞と9月27日付の朝日新聞長官は朝日新聞社神戸市局の記者が 当時、レッドパージに関連して、団体登記政令に関する出頭命令違反に、絡んだ、団正し令事件で逮捕状が出ていて地下に、潜伏中だった日本共産党幹部の伊藤忠しと、26日午前3時半頃に、兵庫県宝塚市の山林で数分間の、単独会見に成功したと掲載した。会見模様として、伊藤の表情が書かれ、 記者との一問一答まで紹介されていた。また会見の状況として記者は目隠しされた上で潜伏先のアジトまで案内されたと説明された。この会見記事には伊藤の行方を追っていた警察も重大な関心を寄せることとなった。しかし26日に法務府特別審査局次長が大阪本社編集局長 東戸市局長の立ち会いのもとに担当記者と会見したところ、最後の1時間ばかりの時間の食い違いを説明できなかったことや、本人に落ち着きがなく自信がないように見えたことから疑惑が浮上。27日には、警察が担当記者を連れて実地検証を行ったが、会見したという場所は特定できなかった。28日には、 会見が行われたとされる時刻には、実際には、担当記者は、宝塚の旅館に泊まっていて現場にいなかったことが、発覚し、ついに会見記事が完全な虚偽であったことが、記者の自白により判明。朝日新聞は30日付の夕刊と30日付の長刊に社国を掲載し、記事全文を取り消して陳謝した。スクープ記事を捏造した担当記者は、 9月29日、直令第311号違反容疑で逮捕されるとともに退社処分となった。このほか大阪本社編集局長と神戸市局次長が解任、神戸市局長が異岸退社、東京、西武両本社編集局長と大阪通信部長の3人が県籍処分、西武本社編集局次長ら6人が開国処分となった。 担当記者はその後に執行猶予付きの有罪判決を受けた。担当記者は交流された際の自供で同期は世間をあっと言わせるような特殊を書こうというニュース取材に対する競争心と巧妙心からと語ったという。朝日新聞社誌では事件の背景として当時伊藤忠氏が神戸方面にいるらしいという情報が流れていたため治安当局が 捜査活動を行うのみならず、各新聞社も激しい取材競争を行っていたこと。また、共産党幹部関係のニュースは、未確認情報であっても紙面に掲載される傾向があったことを指摘している。出向前に、朝日新聞大阪本社通信部のデスクから、信憑性を疑う声が出たが、編集局長は、現場の声に押されて、掲載を決めた。 朝日新聞東京本社では、さらに共産党担当記者から、伊藤がインタビューに応じる、必然性がないなどの声が出たが、大阪が、そこまで頑張るならという声に押されて、報道に踏み切った。朝日新聞宿殺版では、この記事は、非掲載となっており、該当箇所は、白紙で、虚偽報道であったと、お断り告知になっている。また、 昭和の三大誤報の一つとして挙げられる。1994年に発行された朝日新聞社誌昭和先行編は本件を弁解の余地がない不祥事としている。当時潜伏中だった伊藤本人は晩年の書簡で記事の掲載当時は東京におりなかなか迫真的なこの大記事を勇敢で見て思わず吹き出したと記している。 また別の書簡では、記事掲載直後の共産党政治局会議の前に、何らかの情報漏洩を、心配した、しだしげおが、君、これについて何か気づくことがあるかいあれが匂ったのかなと聞いてきたのに対し、さあ、全くの作文じゃないかねと返答したと回想している。伊藤によるとこの記事を書いた人物は、伊藤の第一高等学校における、 同級生の中学での後輩にあたり、伊藤が1948年にこの同級生の追悼会で地元に行って講演した際に、それを見て、伊藤の人相や仕草などを知っていたという。ありがとうございます。